皆さんこんにちは、今日直前はどうまとめる、こうまとめるということで、このイベントを担当させていただきます堀田といいます。よろしくお願いします。で、私は現在大宮校で講座を担当しています。で、令和元年合格をして、まだ講師としては2年目の新米なんですけれども、逆に言うと皆さん の受験生時代がもうつい最近ですので、そういった経験も踏まえてお話しできればいいかなと思っています。で、実は今日はですね、正直言いますと、こういった形で皆さんの前にお話をさせていただくのが初めての経験でして、かなりがっつり原稿を準備してきたんですけれども、この山下先生のクラスのアットホームな雰囲気に触れまして、当時のこう温かいですね、クラスの雰囲気によみがえりまして、経験をいろんなことをですね、準備したもの以外のこともですね、お話できたらなというふうにちょっと思いましたので、ちょっとですね、お話がちょっと下手くそになっちゃうかもしれませんけれども、一生懸命取り組ませていただきたいと思います。で、レジュメの方にですね、受験生時代、ですね、この水道橋本校の今井先生の講義を受けていたということで書かせてもらったんですけれども、今日こちらの校舎来るまでもですね、何年もですね、私はこの水道橋に通ったんですけれども、こう歩きながら当時のことをいろいろ思い出しました。結構辛いこともあったなとか、真夏のですね、試験の直前、重いテキストを背負いながらここの自習室に通ったことなどですね、いろいろ蘇ってきましたが、今となっては正直いろいろ迷うこともありましたけれども、ここにも書かせてもらいましたが、山下先生から学んだこと、この師匠の教えがですね、本当に自分がこう合格に導いてくれたんだなということをさらに思い返しましたので、いろいろお伝えしたいなと思っています。で、まずここに漠然とした不安に襲われたらということで最初書きました。こうだんだん試験が近づくと焦りが出てきます。で、今の勉強方法でいいのかと漠然とした不安に襲われることがあります。私も本当に不安と戦いました。で、そういう時は冷静になることが大切ではないでしょうか。で、その解決方法をですね、私なりの経験を通して提案してみたいと思います。まず1、あれが出たらどうしよう、もしこれが出たらどうしよう。これでは不安ばかりで勉強がつらくなりますね。もやの中でのもやもやっとした勉強になってしまいます。で、この直前のですね、大事な時期、貴重な時間が点に結びつけるためのですね、直前の大切な時間をこうもやもやとした中で勉強を続けると、やはり点数を結びつけるための勉強には程遠くなってしまいます。ですから、こういった時ですね、例えば頭に思い浮かんでいるものって大概テキストの7割圏外だったり、あと過去問マークのないですね、そういったちっちゃなこう参考に書かれているようなところだったり、そういったところのことがですね、大概気になっていることが多いんじゃないかなと思います。で、こんな時は2、原点を確認する。ここにも書きましたが、まず師匠の教え、満点より合格点、過去問中心の勉強ですね、過去問中心の勉強で満点より合格点を取るんだと本気で思う。このですね、本気で思うということが非常に難しいんですけれども、やっぱりとても大事なことだと思います。確かにそうは思ってもですね、この本気で思うっていうのは非常に難しくて、過去問中心の勉強で大丈夫なんだとこう信じきれるかどうかというのが、特に直前はですね、いろいろ不安なことも出てくるので、やっぱりどうしてもこういったところがぶれてくると思うんですね。ですので、そういった時は、本気で過去問中心の勉強で大丈夫なんだと思うことが大事だと思います。で、私の場合もなかなか信じきることができなくて、最終的には複数回ですね、受験を重ねることになったんですけれども、こうどのタイミングでそう本当に信じれたかっていうのが、実はクラスのですね、この山下クラスの先輩がポロッとですね、満点より合格点だよねって話しているのが聞こえたんですね。で、その時に、この人が言うんならきっとそうなんだろうなっていうふうに思えたんですね。
ですので、例えば皆さんもこの山下クラスでこういった本当に大勢のですねクラスメートと一緒に、まあ、受験を戦っているわけですけれども、こう一生懸命頑張っている人その姿とかですね見るなりでですね、まあ、こう自分のこう目標とするような先輩の存在っていうのがあるかと思います。で、私の場合はその先輩が何気なく言ったその合格点より、あ、すいません、満点より合格点という言葉がとても心に響きました。そこで初めてですね、まあ、それまでも満点より合格点と思いながら勉強していたんですけれども、そこで初めてですね本気で信じることができたときに、やっぱり勉強していても本当にすっきりこう自分が勉強しているのは確実に合格にこうつながっているんだという気持ちでですね勉強するようにこう切り替えることができました。ですので皆さんもこう勉強、まあ、直前になると特にですね今の勉強のままでいいのかなというふうに漠然とした不安に襲われることが必ずあると思います。その時はここに書いてあるご師匠の教え、満点より合格点を取るんだとこう本気で思うということで自分にもう一度言い聞かせてみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。ここにもね、矢印のところに書きましたけれども、万が一のためにあれもやっておったらいいかも、まあ、これももしかしたら、ね、こういった不安から解放され、やるべきことが明確になり、戦う相手、つまり過去問ですね、が姿を見せてきます。はっきりと見せてきます。で、まあ、厳しい言い方かもしれませんけれども、過去問集の中にですね、まだやるべきことが必ず残っているはずです。ですから最初にまずですねこの過去問を中心とした勉強をする、ね、言い方悪いですけれども出るかどうかわからないものに心を悩ませながら時間を過ごすのではなく、まだ自分がやり残しているものが必ず過去問集の中にあると思います。ですのでそういったことをやることでですね自分は合格に結びつく勉強をしているんだとですね本気で信じ切って勉強していただけたらいいかなと思います。で次にですね、まあ、全ては本試験のための準備と書きました。まあ、あるスポーツ選手のお話をですね紹介させてもらっているんですけれども、まあ、実はこれはですね、ラグビーのですねワールドカップ2019年にありました。で私もものすごくこう感動しながらですね毎回ゲームテレビで見てたんですけれども、その中 のラファエリ・ティモジー選手の言葉なんですね。でまあ、非常に男前な選手なのでなんか記憶にある方も、ね、いらっしゃるかもしれないんですが、彼はですね、まあ、ノールクパスといって見ないでパスをしたりとかですね、あとゴール前のボールをつなぐ仕事が多いんですけれども、例えば有名なシーンではそのラファエル選手がボールを蹴ってワンバンツーバンして高く上がったボールをこう福岡選手がバッてキャッチをしてでゴールをしたっていう有名なシーンがあるんですけれども、まあ、そのシーンを指してこのテレビ局のですねアナウンサーは本当にこう興奮した様子でですね、あの奇跡的なスーパープレーはどうやったらできるのですかというインタビューをしたんですね。それに対してこのラファエル・ティモシー選手というのは非常に冷静沈着な選手で、こう俺のこのプレーってすごいでしょなんてことはお首にも出さずですね、ごく冷静に試合でのプレーは練習で準備をしていましたと、本当に冷静にごく普通の結果としてこう答えているんですね。でそのまあ様子を見て私はこう私たちにとってですね社労士のこの試験の準備というのが何なのかなというふうにちょっと当てはめてみました。これが2ページ目のところにですね書かせてもらいました。私たちにとってのこの準備は過去問を繰り返し、つまり練習、確実に自分のものにしてその準備によって本試験、まあ、ラファエル選手の場合では試合ですね、で点数を積み重ね、まあ、スーパープレー、結果を出す、試合に勝つためのものなんだなということを私はそのインタビューを見てとても感じました。でこの、まあ、準備について今度はお話をしていきたいと思います。で2つ目の師匠の教えとして、あやふやな100の知識より完全な50の知識、こちらを紹介させてもらいます。これはつまりインプットした知識を定着させ点数を取る知識にしていくかということだと思います。
でここでですね、この、まあ、師匠の教えを通して準備について私なりに、まあ、経験したことから、まあ、皆さんもね実際実践していることかと思うんですけれども、提案としてまたここにまとめさせてもらいました。まず準備についての提案ということで、覚えた知識を定着させ知識を引き出す訓練、どういった訓練をしているのか。1、まず過去問を解くときは横断のフル回転、つまり問題を解く都度周辺の知識を確認しながら問題を解く、覚えては、あ、すみません、忘れては覚えての繰り返しの中で横断しながら、つまりですね、過去問と過去問、自分の知識を関連付けながら定着をさせていくという作業